あのコロナのね、抗原検査大事ですよね。えー、それ安心できればいいわけで。で、あのー、その、まあ、その抗原検査の時にはこれは唾液を出さなくちゃいけないんですけど、えー、唾液のその検査キットですね、えー、実はなんか松竹場合があるっていう話を最近聞いたんですよ。ご存知でした <laughs> で、松竹梅、この梅、梅なんですけど、これ何が、えー、ついてるかというとですね、えー、検査キットに、えー、梅干しの写真が <laughs> ついてるんだそうですね。まさに文字通り梅で。えー、そうすると、あのー、まあほら、梅干しの写,写真見ると、よだれが出るじゃないですか。それで唾液がたくさん出ますんで、これで安心して検査できますと。松竹梅の竹なんですけど、これはですね、あの竹の皮に包まれた、えー、お寿司 えー、が、あの、写真があるのそうですね。これも美味しそうですよね。だから、竹の皮に包まれた、えー、お寿司の写真を見て、たくさん唾液出して、安心して、えー、検査してください、ということのやんですね。でこの小竹梅の小なんですけど、なんとこれが豪華だそうでして、あの、ステーキの上にですね、フォアグラが乗った、えー、ロシーニ風ステーキ。これの写真がついてるみたいなんですよ。本当に食べたくなっちゃいますよね。<laughs> だから、え、抗原検査の、え、代表を出すための、えー、まあ、え、小畜倍っていうね、この三つの価格、えー、小がですね、プラス200円、竹がプラス100円、で、倍はですね、なんとプラス10円で買えるということなんですけども。まあでも、なな困ったことにですね、その小畜倍のうち、一番安い倍、えー、梅干しの写真がですね、実は代表を出す上で、一番効果的だったそうで。 <laughs> ねえ、だったら一番安いけ検査キットでいいじゃないかと思うんですけど。あと、なんかその規格外のね、あの、検査キットもあるそうなんですよ。これはなんかちょっとあの、マニアの方っていうかね、そういう、えー、ちょっと変わったものが好きな方が買うみたいなんですけど、規格外は何かっていうと、あの、専門家会議の、尾身茂先生が、梅干し食べたようなしょ、酸っぱい顔。尾身先生が酸っぱい顔してる。こういう写真がついてるそうで、その尾身先生の酸っぱい顔を見ながら、えー 大気たくさん出して安心して検査を受けてくださいという、えー、そういうお見しげるファンにとってはたまらないのが規格外の、えー、検査キットだということでございます。以上、えー、抗原検査キットの小竹梅というテーマでお話ししました。失礼しました <laughs> はい、苦情はここまでね。苦情はここまでお願いします。はい、すいません。失礼しました。